それでは本日の定例記者会見は環境部と公安局の2件となります。1件目は環境部から下関市省エネ家電買い替え促進事業についてお知らせをいたします。この事業は昨今のエネルギー価格や物価高騰対策といたしまして、エネルギー消費性能の優れた家電への買い替えを促進することによりまして、市民の生活を応援し、同時に二酸化炭素排出量の削減を推進する取り組みといたしまして、省エネ性能を有する家庭用のエアコン等を買い替える方に対しまして、その費用の一部を補助金として交付するものであります。今年令和5年2月1日から3月17日の期間内に市内の販売店で対象家電を買い替え、買い替え前の家電リサイクル法に基づき適正に処分することなどを条件といたしまして、1世帯あたり5万円を上限として、家電本体購入費の 25% 相当額を補助いたします。対象の家電は家庭で普及率が高く省エネ効果が期待できるエアコンですね、そして冷蔵庫、テレビの3品目で、それぞれ一定の省エネ基準達成率を満たすものとしております。この事業によりまして、家庭部門からの温室効果ガスの排出を削減することが期待され、今後も市民の皆さんにご協力いただきながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えています。この件は以上となります。続きまして公安局からのお知らせであります。来月2月17日にですね、下関のグランドホテルにおきまして、下関クルーズシンポジウム2023を開催いたします。本市では長州出島にですね、平成31年4月に国から国際旅客拠点形成港湾ですねに指定されまして、令和5年の供用を目指してクルーズ岸壁の整備を現在行っているわけであります。全国では今年春の国際クルーズ客船の運航再開の動きがありまして、本市においては昨年12月のですね、韓国釜山カンプフェリーの旅客再開を受けまして、今後は国際クルーズ客船の受け入れが期待されるところであります。今回開催するクルーズシンポジウムにおきましては、最新の国内外のクルーズ動向を専門家から、講演をいただき、今後のクルーズ客船の受け入れや寄港地観光を発展していくために目指すべき方向を考えてまいります。また翌日18日には市民向けのイベントとしまして、クルーズの魅力や楽しさを PR してさらなるイメージ向上やマーケットの醸成を図るために、シーモール下関で昨年度に引き続きまして下関クルーズフェスタ2023の開催を予定しています。今回の取り組みが本市におけるクルーズ客船誘致等の推進、またインバウンド等における地域経済の活性化につながることを期待しております。皆さんのご参加をお待ちしております。はい、本日の会議は以上でございます。